自力での J1 残留を決めたジュビロ磐田、1年での J1 復帰を果たした清水エスパルス、来年は待ちに待った静岡ダービーが復活する。さらに J3 でも新たにダービーが生まれ、早くも藤枝と沼津の対決が実現。王国復活へ、静岡ダービーが熱い J。 こんにちは、12月31日大晦日です。今年も最後の日となりました。今日はダービーをテーマにして、ジュビロエスパルスで活躍した松原よしかさんと共にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今年も1年終わりとなりますが、静岡のサッカー界は来年非常に盛り上がるんじゃないですか。ダービーなんですよ。そうなんです。ジュビロとエスパルス、これは楽しみですね。そうですよ、J1 ダービーは4年ぶりに復活ということで、待ちわびているファンも多いんじゃないかなと思います。そこで今日はエスパルスジュビロの選手をお招きして、たっぷりとお話をお伺いしていきたいと思います。それではどうぞ。どうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は来年4シーズンぶりに復活する J1 ダービーについて、ジュビロ磐田上田晃太選手、そして清水エスパルスチョンテセ選手に吉香さんと共にお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは今シーズンから振り返っていきたいと思うんですが、お二人にとって今シーズンはどんなシーズンだったか聞きしたいと思います。まずは上田選手お願いします。やっぱり厳しいシーズンでしたね。チームにとっても、僕個人にとってもちょっと悔しい思いの残るシーズンになってしまいましたね。ただ最終節は見事なゴールで J1 残留を決めたんじゃないですか。ありがとうございます。まあ、あのフリーキックは良かったんですけど、まあ、あれだけだったかなって感じです。そんなことないよ。来ました。じゃあそのフリーキック改めて振り返ってみましょう。これ絶対勝たないといけない試合だったもんね。これですよ。いやー、鮮やかですよね。これイメージは、はい、イメージ通り蹴れましたね。結構遠かったので、速いボールじゃないと入んないなと思ってたんですけど、いい当たりができたかなって思います。この苦しい経験をやっぱり来年に向けて生かさないといけないと思うので、来シーズンは残留争いではなく優勝争いできるようなチームになって、個人としてもチームとしても何とか目指したいと思います。今 VTR にもありましたけれども、苦しかったと、はい、具体的にどの辺がどう苦しかったか教えて。はい、やっぱり前半戦は勝てたんですけど、セカンドステージでなかなか勝利できなくて、チームとして一貫してやろうとしてたことは続けてはいたんですけど、それがなかなか結果につながらなくて、だんだんこう順位も下がってきてしまったので、精神的にも勝たなきゃいけないけどうまくいかないっていうジレンマみたいなのがありましたね。最後にゴール決めて勝てた要因は、それはもうチーム全員が強い気持ちで激しく戦えたからだと思いますね。なるほど。続いてテセ選手の活躍ぶりも見ていきたいなと思います。7試合連続ゴールなどもありました。いい笑顔ですね。見ていきましょう。お願いします。どうぞ。そしてさらにシュート、次から次へと決めていきますね。フリーキックで決めたんだ。全ゴール直せんすか、これ。いっぱいやりすぎるからね。本当にゴールシーンがたくさんありました。これもすごかったね、その子にね。アシストの場面ですね。まあ、自身のゴール振り返るといかがですか。どの思いがありました。ゴール自体特別なゴールはないですね。ペナルティーエリアの外から打たないし、チームのために一番確率の高い選手に出し続けて、結局そういう周りを使うことによって最後使われたゴールがほとんどなんですよ。なんでやっぱ自分が26点取った
ったから自分すげえっていうことはもう全くなくて、そこにまでにプロセスを作り上げてくれたチームメイトに感謝っていう気持ちだけです。はい、今正解のことは言いましたよね。まあ2人がやってる中でそのまあ若い選手がこう出てくることがチームがこうベースアップしていくと思うんですね。エスパルスが昇格してるその辺のところの、まあ、チームのまとめるっていうかその辺に関しては一人ずつちょっと教えてほしいんだけど。僕はそうですね、あんまりミスにうるさく言えないタイプなので、それよりもこうなんかもっとこう細かいことに気にしないで自分のいいところを出せよみたいな感じで言うようにしてますね。ドリブルが得意な選手だったらなんかそんなこう周りとの関わりとかももちろんあるけど、もっと行けばいいじゃんって言ったりしてますね。じゃあテスは、僕はいつもミスに関しては僕何も言わないですよ。で球際を弱く行った選手もめっちゃ言うんですよ、お前そんなんで上行ったら絶対通じないかなっていうのと、あとはそれでへこむ選手には言わないし、あでへこまない松原浩みたいな選手にもボロかすめし、そんな感じですね。なるほどね。テス選手自身が、まあ、若手と言われているときは結構こう上からもまだまだ足りないと言われてきました。中村健にいつも驚かせられたのめっちゃへこんでました。僕がへこむ選手には言わないっていうのは、僕はへこむタイプ、へこむタイプだったんで、中村健吾の前のタイプを持ってて今は言うけど、俺その時めっちゃ悩んでたからねって。ではここまでシーズンについて振り返ってきましたが、ここからは〇×クイズでお二人にお話をお伺いしたいと思います。